今回はバックサイドの 50-50 のハウトゥーをしていきます。で、結構ねバック50質問が多くて、実はカーブのハウトゥー上げてもいないのにどうやったら乗れますかとか、なんか前がかからないとかも多くて、で、まあ、ちょっとバック50をハウトゥーしていこうと思います。で、まあ、まず低いやつでかけることから、で最初フロントと一緒で平行に入るんじゃなくて斜めから、もしくはもう90度ぐらいから入って、これだね。で、まあかける練習で慣れてきたらちょっと角度を浅くして、練習の仕方はフロント50と一緒でいいかな。で、その時にフロントサイド50って入る時にこう体を開けるから前が見えてやりやすいと思う。けどバックフィフティって正直言ったらこう背中側に入るじゃん、ね、で見えにくいから恐怖がある。なんでここで重要になってくるのが降りがおろそかなオーリーをして入ろうとすると、まあ、ノーズが上乗っちゃったり50かかんなかったり、まあ、斜めのまんまになっちゃうんだよね。こうっていうのもしっかりオーリーしてあげて上からかけてあげるようなイメージでやるのが最初はいいから、しっかりとオーリーをしてかける。で、そのオーリーをするときに体をこう開かないように、体は閉じたまんま、むしろこのこコーピングがあるけどコーピングと平行みたいな、ここからこんな感じで、慣れてきたらしっかりと今度は上から乗ってあげる。今乗ってこう足だけで最初行って、それを慣れてきたら体を乗せてあげる。で、その時に、まあ、バックフィフティフロントフィフティの時も言ったんだけど、足が伸びちゃったりするとシュルンって行ったり、まあ、最初こうかけた時に俺腰折れてやったりとかしても抜けちゃったり板が下に落っこっちゃったりして危険だから、こう乗るときはで体は前とかじゃなくこう平行カーブとにやってあげるといいです。まあ、フロント50の次にバック50って多分なかなか覚えないけどね、その前にノーズスライドとか覚えた方がいいと思うんだけど、なぜかバック50の質問が多いっていう、なんで一応解説しようかなと思いました。で、折り方はバック50フロント50の逆だから、こうかかってこんなんでいいと思うんだ。慣れてきたらこうちょっと力をテール踏むのをふわっとね力を抜いてあげて
やればいいし、もうもっと慣れたらこう、こっからしてあげればいいと思う。だね。あとあるなんかバックフィフティ。俺でもやっぱよく見るそのバックフィフティのできない人のミスのって体が開くのとテールは弾いてんだけど前足使わないでロケットのまんまかけるから、これ多くない？結構バックフィフティの自分もさ、たまに疲れてる時とかできなくなる時って大体これなんだよ。雑になるオーリーが。そうなんで、しっかりオーリーしてかけてあげるのがバックフィフティのキーポイントじゃないかな。結構だしコツでもあるかな。こんな感じ。でまあね、カーブも徐々に高さ上げてってちょっとずつ高いのやってあげればいいし、まあ、さっきアウトの話したけどこれもフロントフィフティと一緒でこうやってカーブエンドがあるんだったらあの段差降りるときみたいにちょっとテール踏んでで降りればいいし、ないときはこうこっちに曲げてあげるような慣れてきたらオーリーすればいいし、そんな感じかな。今のミス見た。あれもしっかり体が乗ってたから直せたっていうね。あれがもしこうこうとかなっちゃって、もしあれ多分体開いてたらこうなってたね。あこうだ。ただ体が上に乗ってるから微調整できる。しっかりと上に乗ってるとってことで、もう一回ってことで、もう一回適当だけど。まあそんなこんなでこれがバックフィフティかな。うん、あと分かんないことがあったらまた聞いてみてください。